駿河区池田にあります会計事務所、白岩会計の白岩です。本日は駿河区で決算書が読めるようになりたいなと思われている会社の社長様、個人事業主の方、起業家の方への向けてのメッセージですけども、決算書というのをですね、ぜひ読んで、読めるようになっていただきたいです。決算書というのはビジネス、仕事におけるツールの一つですね。パソコンやスマートフォンと同じような、ツールで、とても重要なものです。で、道具です。ツールですので、それを 100% 使いこなすことがまず大切です。パソコンなどもなるべく、その性能いっぱいまでの機能を発揮するように使っていただきたいと思いますが、決算書も同じですね。それを有効活用すればすごい能力のある道具であります。ただこちら決算書を読めないという会社の社長や、事業主の方は多いです。なかなか決算書を勉強する機会というのはありません。人が教えてくれることもなかなかありませんので、読めないよ、苦手だよという方も多いかなと思います。でもですね、そのようなことではビジネスがうまくいかなくなる可能性が大きいです。そのような基本的な道具を使いこなせないことでビジネスをうまくしようということは失敗する可能性が高まります。ですので、ぜひ一度、決算書について勉強していただければと思います。ただ、自分で勉強するのは正直辛いよという方いらっしゃると思います。そんな時はですね、私にご相談いただければと思います。私の方ではいろいろなお客様に、決算書の読み方とか本社の状況は決算書からこういうやってと読み取れますよというようなことをですね、ご説明させていただいております。ですので、ご興味持たれた方はぜひ一度私にご連絡いただいて、過去3年間分の決算書をお持ちいただければ、大体本社の会社やビジネスのことは分かりますので、ぜひ私の事務所まで決算書と一緒に来ていただいて、いろんなお話をさせていただければいいかなと思います。で、特に初回は無料で行わせていただいておりますので、時間ができたから行ってみるかというような軽い気持ちで来ていただければと思います。で、そこで自分の会社の状態を知る、自分の状態のビジネスを知るということが、まず、ビジネスを成功するための一歩かなと思いますので、ぜひ気軽にご連絡いただければと思います。連絡先は YouTube ですと下に書いてありますし、ホームページで白岩会計事務所静岡などと検索していただければホームページがヒットしますので、そこに書いてある連絡先、電話番号からお問い合わせいただければ、お時間をあげてお待ちしておりますので、ぜひお気軽な気持ちでご連絡いただければと思います。